成ジャンプのお二人。平成ジャンプの山田君と知念君、はい、ねえようこそ。本当にかわいいね。知念君が時々チワワに見えるね。かわいい顔してる。なんかお父さんメダリストなんだよね。はい、何の体操 の、 あのバルセロナオリンピックで銅メダルを、軽く言いましたね。今軽く言ったけどすごい。体操って何？知念さんいましたね。いましたね。いましたね。バルセロナいました。あれがお父様。お父さんの影響でそういう体操とかやらなかったの？ね、鉄棒とかでほらやってごらんとかそんなこと。いや、なかったよ。じゃあ楽天とかやってたんだ。それはなんか一人で、でもやってたんだ。できるんです。知念君今できんだよね。ピャンとちょっとね。簡単に。ここでできる。準備体操した方がいいよ。準備体操。大丈夫知念君。大丈夫。ローファーでいい。心臓から遠いです。アクロバットが得意だと山田君はモノマネが得意だった。モノマネ、ちょっと見たいね。すごいですよ。聞いたらボビーオロゴンができる。ボビーオロゴンさん。ボビーだけどよ。